西勇輝、オリックス打線にボコされ4回途中 KO。ボコボコやないか。変えよう。なんで変えないの？何してんねん。止まらなくて草。めった打ちわらわらわら。試合壊れた。これずっと勝ち負け繰り返して7戦まで行くパターン。変えときやな。止まんねえよ。昨日西を信じてたやつ息してる？シーズン中もよく見かけた西やな。ちょうど昨日の逆やな。今日は檻の勝ちやな。お？昨日の再現か？これこの回西投げ切らせるってことなんか？もしかして阪神の三遊間って地獄か？ああ、これは終戦か？今日はオリックスのターンですか？勢いのある方が勝つな。これ今日はオリックスや。さらし投げやん。日本シリーズで気が抜けてるの西だけやで。もう何点取られてもいいから完投しろ。西はあかんってあれほど言うたやろ。昨日の分やり返されてるやん。なんやねんこれ。4点はきっついな。3失点目の時点で下ろすべきだったな。中継ぎは湯水のようにいるんだからなおさら。じゃあ藤波、古巣にボコられるでござるの巻、青山交代が正解か、予想外。昨日の分帰ってくるなこれ。昨日と逆やな。なんか台本疑うくらい昨日と真逆だな。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。